最初のコンテンツに時間をかけすぎないということについてお話します。今ユーデミーのコースを作ることに取り組んでいるんですけど、そのアウトラインができたので、各レクチャーというのは講座のことですね。いわゆる一つ一つの動画のことと考えてもらっていいんですけれども、このレクチャーをユーデミーのカリキュラムにですね、こんな風な動画を作りますというカリキュラムのタイトルとして入力をしました。完成するとですね、36レクチャーになっていたわけですね。でこれから一つ一つのレクチャーについて一つの動画を撮っていきます。スライドにですね、3、4項目 の内容を書いて、それをもとに7分間ほど音声解説をするというような動画になるんです。2日で1本と考えていて、1日目にスライド資料を作って2日目に動画収録という、こういう流れでいこうかなと思うんです。慣れたらですね、1日に3動画ほど作れるようになるかもしれないなと思うんですけどね。で本題です。で最初のコンテンツには時間をかけすぎないということが大事なんですね。で最初から良いものを作ろうと思うと、もう手が止まったりね、怖くなったりとか、そうやって完成を先延ばししてしまうんですよ。なんでその時間をかけて良いものを作っているつもりなのに、時間ばっかりかけていつまでも完成しないということになるんですよね。だから良いものを作ろうとするよりも、まずは完成させて、そこから膨大な経験とか知識を得るという、そっちの方が後々生きてきます。ところがですね、実はこれまさに今自分がハマっているわけです。でユデミーの最初のコースなんで、良いものをどうしても作りたいと思ってしまうんですよね。それでもう2週間以上もずっとアウトラインをこね回してきました。でアウトラインというのは2週間前に一度できてたんですよね。コースのアウトラインはですね、でそこでは40レクチャー以上になってたんです。しかしそのユーデミーのコースはもっと小さくていいんだよということが、ユーデミーのサイトを見ていると分かってきたんです。で、7分ほどの動画5本ありゃいいんだよと、で計30分ぐらいで1コース作っていいんですよってユーデミー言ってるんですよね。でそれを知ってですね、これは自分やりすぎだと思ってアウトラインをずっと作り直してたんです。それに2週間かかってしまったわけですね。ところがですね、今回やっぱりできたのは36レクチャーですね。7分の動画で4時間というところです。あんまり変わってないなと思ってね、やっぱ最初とね。どうしてもね、あれもこれも入れ込もうとしてしまうんですよね。もっと力を抜いていけばいいんですけどね。だからやっぱこれっていうのは、やっぱ初めてやる人、初心者っていうのは誰でもなるんですよね。いろいろ言ってる僕でもやっぱりこうなっちゃうと。ただね、もうここからは変更はしないと思います。減らす方向には変えるかもしれないけれども、もうこれを増やすことはもうこれ以上は絶対しないぞと思ってます。でさっさと作ってですね、さっさと講座を出して経験を得るということを大事にしていこうかなと思います。さまざまな休みとかがありますので、皆さんもぜひ自分のコンテンツを作ってみてほしいなというふうに思っているところです。それではまた。